それでは本日最後のスピーカーの方をご紹介したいと思います。荒松富美さんです。よろしくお願いします。はい、えー、皆さんおはようございます。おはようございます。あの今日は朝早くからあの来ていただきましてありがとうございます。またこのような機会をいただきましてありがとうございます。あのヒトトラという会社をあの経営しておりまして、今日はその話を中心にさせていただければと思います。 あの僕はもとあの住宅デベロッパーにえと2004年に大学卒業後に入社いたしましてあの2007年からあのコミュニティマンションのコミュニティを作る仕事をしていますでもとはあのま住宅が好きであの仕事をしてたんですけどもあの開発をする中で。 何かこう挨拶をもないような町を作っているような感じがしてあの住宅を作っているのかあの壊しているのかよく分からなくなった時代がありましてでそこからあのネイバーフタインというあのテーマを持ちながら事業を行ってきましたで2010年に2007年からもともと所属していた会社であのそういった取り組みをしてあのちょっと自信をつけて2010年の,の12月に創業しましたでその時はですね あの前橋マンションのコミュニティを作っていくぞというふうに思ってたんですけど、まあ、その3ヶ月後にあの東日本大震災がありましたなので独立した時にあの契約がいくつかあったんですけれどもほとんどそれがなくなって自分自身も大変な目をあったんですが、まあ、それ以上にあの被災地の方々が大変であのそれどころじゃないあの時間を過ごしましたで復興支援であの現地に通う中であの被災した方々と仲良くなってそういう人たちが夜飲んでいる中で涙ながらにからって でくれたことが今ででも忘れなくてですねあのやっぱりあの後悔があるとあの助けられなかったことに後悔があるんだとぜひ復興支援で来てもらうのはいいんだけどコミュニティ作ってるんだからぜひ防災減災やってほしいとすごく価値があることなんだというふうに言われてあのすごく自信,あの自信というかあの使命感を持ってですねこの事業を推進してきていますで現在は常時20から30ぐらいの地域あるいはマンションのコミュニティ作りを行っています でコミュニティというとちょっとふわっとしたあの雰囲気があってですね何でもコミュニティって言えてしまう便利な言葉だったりするんですが私は,はまずどのような知恵コミュニティを作るのかというきちっと定義をしてその,の場所機械主体性見識を育みそれが続いていく仕組みということで、まあ、結構分析というかあのコミュニティを科学しながら授業を行っています。で具体的にははどういうういいいいこととととを行ってるるかか大型再開発ですとかあるいは あのちょっとした開発に入っていくことが多いんですけども結構日本人は実は僕はコミュニティー作るの苦手だなと思っていて結構世代的な分断があるのをそれをこうなくすような取り組みをあの例えばお祭りを通じてお祭りに新しい人が参加できるような仕組みを整えてあの活性化をするようなことをやったりしています。 でまたあの子育てという面でもあの非常にコミュニティの価値があるのではないかなといううに思っていてやはり子育て世代の方々すごく孤独を抱えながらですね必死にあの苦しみながら子どもを育てるという現状がありますでそれをこうきちんとあの悩みとかもシェアしながら地域で解決できるような取り組みを行ったりですとかあのこれはまさにその住民の方々が主体的にですね集まりを行っていますで結構、子育て環境に関して危ない危ない,危ない,危ないですね、えっと ちょっと飛んじゃったな <laughs> まあなんかあの結構大変な状況にあるんですけどあの家族が孤立しないでそれを地域にです、ね、問題をシェアすることによって地域助け合う,ような仕組みを行っていきたいなと思っていますそうです結構テンション上がっていくと前に出るんで気をつけていきたいと思いますであとコミュニティはですねコミュニティがある人じゃなくてない人のためにいかに作っていくことがすごく重要なんですよねそういった時には あのやはりカフェとか1人でも来れるという場所をいくつも用意するというのが街にすごく重要だなといううに思っていてそのために飲食業の方々とコラボレーションをしたりあの我々もプロデュースをししたりしていますで現在、あの浜甲子園と西宮のエリアであの直営店を行っておりましてそれがお散歩ベースというカフェなんですけどもあのここではですねあのビーガンメニューいわゆるーーガンメニューであの野菜とかですねあの健康素材を使ったカフェを行っています。で ビーガンメニューなので一見女性向けって思われる方もわからないんですけども実は想定しているターゲットは高齢の,の,あのおじいちゃんですおじいちゃんがやっぱり野菜不足一人で暮らして野菜不足になっちゃうのをちょっと頑張ってカフェまで来てもらって人と触れ合うっていう中で元気になってもらうっていうことを目指していますでこれは本当毎週来てくれるおじいちゃんなんですけどもなんか一見あのちょっと寂しそうにあの新聞を読んでるかと思うんですけどこれわざわざカウンターまで出てきてあのし しん読でる理由がありましてというのはですねサッチャに話しかけられたいというんでわざわざカウンターまで来て新聞読んでるとでもなんかこれがすごく大事だというふうに思ってるんですねなんかそのコミュニティを作るって何かこう何ていうかこう囲い込むというかコミュニティしなきゃいけないっていう感じもうちょっとやっぱ日常的な人々のつながりっていうものをいかに生んでいくかっていうのが僕らの仕事だなというふうに思っています。 なのでやっぱり僕たちはコミュニティ作りネイバーデザインをやらせていただいてるんですけどもやっぱり常に住民の方々が主役だというふうに思っていますなので僕たちが作りたい街を作るんではなくて住民の方々がなんとなく望んでいることっていうのを言語化をしてそれを実現していくのが私たちの仕事ですでこれも住民の方々がマルシェのようなものがやりたいとか自分たちが活躍する場が欲しいっていうのをニーズを引き出して一緒に実現したイベントになっています あとはそういった関係性があるとやはり災害のときに非常に役に立つ、あるいは役に立たなければならないという,ふうに思っていてでこれはあの大阪のえと西日本豪雨の翌日にですね我々が行っているコミュニティスペースで住民の方々が集まってあの災害について話し合いたいというので場を開いたところです。こういいった話し合いととか、かか何らかのこう不安とかをですね、 地域の中でシェアをしてていくくことがすごく重要かなと思っていますでまたあの防災に関しては思いを込めて真面目な取り組みをしているんですけどなかなかこう続かなかったりあのしんどくなっちゃったりするのであの遊びサッカーを取り入れて、まあ、楽しく親子で参加をしながらあの防災を学んでいくということをやっていますで今週末もあの港区からしあの委託を受けてあのサッカー防災を取り組んでいますひととはというのはまだまだ小さな会社で、えー、と正社員で11名、えー、と12名13名の目の採用を行っています えっと、ただ現場のアルバイトさんとか含めると25名から30名の規模になってきましたやはり外のコミュニティを作るだけじゃなくて僕の役割としてやはやり中の,あの会社のコミュニティをしっかり作っていきたいなといううに思っていてあの今すごく生き生きと働いてもらっていますで僕もすごく社員から学びを得ていますで創業して9年目になってですね私の役割がどんどん変わってきていて今はほとんど人事というかですねあのこの会社事業を行う人たちがいかにあの働きやすいあるいは しっかりとしたノウハウを持ってやっていけるかということに集中をして仕事を行っています。で特に会社で大事にしたのはやっぱり自立した働き方ということで会社の中ではですねバリバリ本当に仕事に専念したいという方もいれば子育てをしながらやっていきたいという人もいますし大学院に通いながらという人たちもいます。 解決していくことがあの外の街を作るためのアウト,プットにもつながるなといううに思っていますであの会社としてはすごく大事にしているのが、あの想像力という言葉で、ひ、まあ、と言はというのは、規模を追いかけるというよりかは、常時20から30のプロジェクトの中で、あの業界の水準を上げていって、マネののされるような取り組みをしていこうと思っています。あの住宅業界というのは、もっともっと本当はコミットを大事にして、もっともっと素晴らしい住まいが作れるんじゃないかなというふうに思っています。 なので、まあ、こういった授業を通じてですね名実ともにあの日本一のネーバーズンカンパニーになりたいなといううに思ってましてで今日あのこういった取り組みを皆さん知っていただいたのでもっと本当は広めていきたいですしあの僕らだけでやることじゃなくて皆さんが住んでいるところですかあるいはオフィスの中でもあのできることがたくさんあると思いますのであの何か、えー、今後、ビジネスあるいはプライベートでもお付き合いできれば嬉しいなといううに思っております。ご、えー、ご清聴ありがとうございました あさんありがとうございました。あのお話の中であの動くモチベーションになっているさっちゃんのお話とかもすごく <laughs> あの印象に残ったんですけれどもやっぱりその例えば真面目に防災・減災というお話をする時真面目になりすぎないっていうところでサッカーとかっていうそのエンターテインメントの部分もあのおっしゃってたんですけど例えばあのこう広めていく時にやっぱりそのちょっと辛いとかあの悲しいとかそういうようなところだけじゃなくて何かこう心がけて伝えるっていうところ。 あの伝える時にそういう悲しいみたいな部分が強調されないような,なんか心がけてることとかってありますかそうですねあのなんかそもそもでいうとご近所付き合いって何のためにやってるかっていうと僕はの助け合いだと思っていてその楽しさとか自分を育てるみたいなところでいうあっというかビジネス的に成功するとかっていう意味で言うと。 近所でやらなくてもいいと思ってるんですねもっとたくさんいろんなリソースがあるし今は SNS があって世界中とアクセスができるのであのそういったことが触れ合えると思っていますのでなのでやっぱ近所であの価値っていうのはやっぱりいざという時に助け合えるかどうかだと思ってますねそういった意味ではやっぱり基本的に大変なこととか辛いこととか困難とかをやっぱシェアをしてで辛いことをみんなでシェアすることによって楽しくやるっていうのが大事だなという,うに思っているのでなんか楽しいことを近所での当たり前 で、辛いことをいかに楽しくやるかっていうのを、あの皆さんと。あのー、なんか、そういうコンセプトを共有した上で。何事も取り組みにしています。はい。ありがとうございます。やっぱり、なかなか今、近所付き合いとかもない。減ってきてると思うので、すごく印象に残りました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャーラさん、ありがとうございます。